寒くなってきた、うん、今日も今からこの場で治療 しますけどいいです、預かった方がいい、先生の都合でまた夕方来ようかな思ったけど、あ本当、じゃあ預かっておきましょうか、その他に顔の治療が2回できるし、ほんであれだったらね、ちょっと重くなってません、重くなってる、今はでしょう、すごいね、よく食べてるってこと、食べてね、今持った感じがものすごく重たい感じがした、この間 4.85 だけど今 5.05 で200も増えてる、ね、今持ってすごい重たいなと思っていつもと持つ力が、うん、食べてます、食べることは食べてます、ほんでうんちも普通、普通、あ、食べて普通で吐いてない、うん、吐いてない、だから、うん、で今日もさ、朝ごはんってさ食べてきました、普通ぐらい食べてます、はい、食べてます、すごいね、わかりました、ね、ずっとあれから吐いてないです、吐くこと、うん、ただここだけが気になったもんで、うん、一応朝ね、治療はしました、あ、つけました、あの、拭いて薬は塗ります、この間より全然良くなってます、やっぱ毛買ったから薬がつきやすくなってんだよね、多分なんかほんで黒くなってきとる感じがするから、うん、良くなってきとる感じが、痒いよね、でまだここは痒いそう、ね、これでもね、これはやらないんですよ、あんまりひどい時も、うん、これをで、薬塗った時はね、あれをはめてるんです、はい、しばらくほんで外してやるんですよ、うん、なんかあれだったら預かった方がいいですよね、うん、じゃあ、あの、お預かりします、夕方迎えに来てください、じゃあ、いつものように連れに行きます、はい、で、まあ、少しだけ栄養補助はさ、はい、で、薬はいいです、うん、あります、わかりました、今日から、はい、すいません、お願いします、はい、お預かりします、はい、どうもお願いします、じゃあ、ちっちゃん入ろっか